つかざすアイスファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、下内の皆はお付き合いいただいておりますけども、今日は動画撮る予定じゃなかったんですけど、桜レンタカーさんのところで行列のできるバイク屋相談所分かってましたんで、うちのお話しとかないとなということですね。今日はチェーンのお話してました。もうギア付きのバイクではね、この駆動では欠かせない、チェーンのお話ということだったんですけど、もう僕らも一番整備を気使うところですね。もう本当にチェーンに始まりチェーンに終わると言っても過言ではないぐらい、まあ、お寿司屋さんでいうとこの玉みたいな、まあ、焼肉屋さんでいうとこのタレみたいな、ね、まあ、うなぎ屋さんでいうとこのまあ、チェーン駆動が今のところこういうスポーツ車両では最強じゃないですか。性能的にとかコスト的にね、オートバイの作り方によっちゃちょっとコスト的には高くなるけど、シャフトドライブとか、まあ、あとは、ベルトドライブなんかっていうのもね、まあ、静音性に優れたベルトドライブみたいなとこもあるし、まあただね、いろんなものを加にしてまあ、チェーンがね一番最強というか、まあ好みによるんですけどね、スポーツバイクにはチェーンが最強なんでしょうね、はい、これもこのチェーンの話はね、本当こう難しいし、整備士によっても言うことが結構違ってたりとかあるんで、まあワイズファクトリーの場合というねお話にしといてください。で、おのしの話聞いてたらもうね、まあ言うことないっす僕もほぼほぼ同じ見解だったんで、なんかチェーンのことに関して言えば、桜レンタカーさんの動画ご覧ください。どうぞあんまもう意見に相違ないんで、もういいと思います、ワイズファクトリーの意見としてあとなんだろうな、チェーンね、まあ言ったらスイングアームがあって、まあ、ここにこうね、スイングアームっていうのはこのスイングアームピボットっていって、こうまあフレームとスイングアームを取り付けたポイントを支点にしてね、こう円を描くようにこうスイングアームっていうのは動くんですけど、そのスイングアームピボットのところにこっちの前のスプロケットがね、ドライブ側、まあフロントスプロケットとか整備士はドライブ、後ろをドリブンなんつって言いますけど、ドライブ側がスイングアームピボットのところについていれば、まあ、スイングアームが円を描くようなところを、ね、そこを支点に、そこにドライブスプロケットがついていれば、まあ、理論上は難しいでしょうけどね、ドライブスプロケットがついていればそんなにチェーンのたるみって気にしなくていいと思うんですけど、どうしてチェーンに適正な遊びが必要かっていうと、どうしてもこの、スイングアームピボットを支点としてスイングアームが動くところよりもドライブチェーンの、が、まあ、前にあるってことですよね。ここのスイングアームが円を描くピボットよりも、ドライブチェーンの取り付け位置っていうのがこっちの前にあるもんなので、どういうことになるかっていうと、こうスイングアームがギューンといった時にチェーンがどうしても引っ張られる方向になるということで、まあサスペンションのね動きに対して、大きくストロークすればその分チェーンが張るということ。張りすぎると何が良くないのっていうと、最初の、設定でね、あんまりギチギチに張りすぎてしまうと、サスペンションがギュンと縮んだ時に、まあ最悪モトクロスもね、大ジャンプなんかするようなところでドカンなんて言ったら張りすぎてたら切れたりすることあるんじゃないですか。だからモトクロス用のねバイクなんかってチェーン結構ダルーっとなってて、そういった動きに対応できるような、まあ、だるすぎると外れちゃったりっていう懸念があるんでね、そういうガイドがきちんとモトクロス用のバイクにはついてたりとかいうのはあるんですけど、まあ、かたや、あとはそのチェーンがあんまり、緩すぎるとシフトのチェンジなんかのフィーリングにも影響したりしますんで、適正な状態、その車両に合った適正な状態で、細かく調整しながら使っていただくといいと思いますね。なかなか伸びに対して張り気味にしておくみたいな、その予防的措置ができる、ね、場所じゃないんですよ。程よいところを維持しながら、その適正の範囲内の中で調整しながら使っていただくというのが一番持ちもいいですね。でその中でも僕はちょっと緩めにするのが
好きなので、もちろん調整の範囲内で、適正の、ね、メーカーの指定の範囲内での話なんですけど、少し緩めにはしますね。あんまりこうね、張りすぎにしてストレスかかるとね、まあそれもそれでストレスがかかると、まあもちろん燃費なんかにも影響しますよ。周りが渋くなったりとかもあるから、まあ適正がいいっすよ。なかなか一般の方が分かりにくいのは、そのサスペンションのストロークまで見越してチェーン調整っていうのはね、なかなか初心者のうちは難しいと思うんで、最初は本当に自分のバイクにどの辺が適正なのかとかね、専門家に聞いていただくといいと思います。結構張りすぎで乗るサンデーメカニックさんが多いんで、あとはね、何もしない人も外れちゃうんじゃないのみたいなガシャガシャなところで使ってらっしゃる方もいてね、両極端なんで、意識の高いサンメカさんは張りすぎ、意識の低い何もしない人はだるすぎみたいなね、ちょうどいいとこで使っていただきたいなっていうのありますね。で、あとはね、チェーンって均一に伸びないんですよ。ここはちょうどいいんだけどなっつって、反対側はちょっと全然張り気味になってたりとか、均等に伸びるものではないので、要所要所ね。だから僕なんかはもう4分割ぐらいで、まあなんだったら8分割ぐらいでこうチェックして、自分の好みのところに合わせていくようにはしてますけどね、はい。まあ、だからいずれにしても、適正の範囲内で適正にしてねっていう話です。あとは張りすぎは危ないよっていうね、本当にね、外れちゃったりとか切れたりすると命に関わるような部品ですんで、まあ、くれぐれも本当にチェーンに始まりチェーンに終わる、頭入れといてください。今日はチェーンのお話でした、はい。でもちろんなんか最初に近藤君とこの今日のタイトルにもありましたけど、新車のチェーンの調整とかするんですかっていうのは、新車で出荷された車両のチェーンほど信用できないものもないので、しっかり調整してアクセルの締め直しなんかして僕は出すようにはしてますけどね、はい。以上今日のお話でした。深く曇りなきもまなこで見届けも自分で整備やってみたいなんていう方にね、補足しときますね。チェーンの調整、まあチェーンの調整はね、さっきも言いましたけど、均等に伸びるものではないのでね、だから調整するときっていうのは一番張ってるところを基準に、調整してあげてください。緩いところを基準にいいところを持ってっちゃうと、一番張ってるところが張りすぎになる可能性がありますので、ね、一番こうチェーンが張ってるところを見つけ出して、まあ、緩いところとかあるんですけどね、緩いところを基準にして張っちゃうと全体的に張り気味になっちゃいますので、そこは気をつけてください。あとはチェーン交換するときはドライブとドリブン、スプロケット、歯車の方ですね、こっちもワンセットで考えるようにしてください。痩せてたらもう一緒にワンセットで交換、チェーンだけ交換してくださいって、言われても僕はあんまりまずスプロケットのコンディションを見て、まあ、そんなにね摩耗してなくて、チェーンのコンディションだけ悪いみたいであればチェーンだけねかけ替えてあげればいいんですけど、そういう時も、まあ、注意してもらいたいのはやっぱりチェーンとスプロケットは基本的にはワンセットで考えていただくっていうのと、交換する時にできればねホイールの方も見てほしいんですよ。ホイールのベアリングなんかがね動き悪かったりガタあったりとかすると、チェーンの摩耗にものすごく影響します。あとはハブダンパーって言いますけどね、だいたい GSXR なんかこれダイレクトハブダンパー入ってるゴムのクッションなんかがスプロケットとホイールの間に入ってて、こう緩衝材として、ね、まあ、入ってないモデルもあるんですけど、もうそういう車両に関してはもうしょうがないですからね、そういった駆動のショックを和らげるためのゴムの緩衝材なんか入ってるもの、そういうのがへたれてるとやっぱりチェーンのヘリとかシフトチェンジのフィーリングにも影響したりしますので、ね、そういうところもチェックしてあげて全体で見ていていただけると、いいのかなという感じになっております。いつになくちょっと真面目な話をしてしまいました。どうもありがとうございました。ワイズファクトリー。